皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は歌い室のオリジナルの曲の柔らかな記憶という曲を、ちょっくらギターの解説をさせていただこうかなという感じでございます。この曲はまあね、そんな難しいとこ特にないっちゃ特にないんですけども、なんかこのニュアンスみたいなのね、大事にできればすごく良いかなという感じです。ストロークしたり、アルペジオしたり、ちょっとソロギターっぽいことしたりとかして、まあコピーするのも結構面白いと思うんで、もしよければ、興味があればやってみていただければ幸いでございます。レッツスタート。まずイントロからいってみましょう。イントロは、こんな感じです。弾いてみます。こんな感じのソロギターです。まず最初に E コードから、ちょっとごめんなさい、あのポジションはなんか数字で言ったりとかするんですけど、基本メコピで、お願いいたします。メモとか取りながら、もしくは分かんないところとかリピートしながら、スロー再生しながらチェックしていただけると幸いです。まず最初 E コードからスタートです。で C ミーといったら G シャープマイナーセブンスのフォーム、4×4×4×4×4×7 と線で1弦の4フレットに行って、その次はこれなんだろう、 Am7th の 6th、 6弦から ×0 7674、バツ07674で、その次、これは B の6かな、9か、9に行きます。6弦から7×767×7×767×、これをアルペジオしていきます。ちょっくらゆっくりいってみましょう。3、4、途中でその小指を外して、こんな感じのアルペジオをして、で人差し指がこの9スの音が1フレット下がってフラットインスという感じです。で、その次、ちょっとあんまり、なんだろうな、あんま見ないようなフォームで A メロ弾いていきます。ちょっと A メロ弾いてみますね、こんな感じ。こんな感じでこのコードをひたすらストロークをしていきます。フォームいきましょう。左手のフォーム、左手のフォームがまず6弦から ×42400 で、その次 B に行くんですけども、×24400×24400、 で、その次 ××02400×02400、で、その次に F シャープマイナーセブンスの、アドイレブンス、6弦から 2×2200、 2フレット上げて 4×44200、 まあ、F シャープマイナーセブンスのイレブンス、G シャープマイナーセブンスのイレブンスを1回ついていくと、これを1、2、3、4、1、2、3、B、
シャープ、G シャープというタイミングで2回弾いていきます。でこの時にそのひたすらこうダウンストロークだけをこの淡々と繰り返していくようなイメージです。あんまこうジャカジャカストロークするんじゃなくて親指とかでこうなぞってもいいと思いますし、なんかこの同じ爪で立てたりしてもいいと思いますし、なんかイメージとしてはそのなんかこうね、その踏み切りみたいな感じのこうね、無機質な音というかその淡々とした音って感じなんで、あんまりこのドラマスティック、ドラスティックに行かずにできるだけその淡々と生きるというかと思います。イメージとしてはあの踏み切りのなんかこの味気ない音っていうんですかね、それでございます。だからそのボイシングもね、そのできるだけその音数が少ない、ずっとこのミとミシがね、ずっとこう集合しているようなボイシングでいくような感じなんです。結構これがフューチャーされるとなんかこう淡々としてるでしょ。でその次 B メロに行きます。 B メロ弾いてみましょう。こんな感じ、こんな感じになります。行ってみましょう。まず最初は F シャープマイナス7のアドイレブンス、6弦から 2×2200 で、その次 B7 6弦から ×2120 ×2120 で、その次 C シャープマイナス76弦から 4×4400 で、 C シャープマイナス76弦から ×4240 これをこんな感じでアルペジオしていきます。あとでゆっくりやります。で次 F シャープマイナス7からで G シャープマイナス7で A の6ス、6弦から ×0455 ×0455 でその次 A on B で表紙の中身を下げてフラット9に行きます。この B メロのところをやってみましょう。ゆっくりいきます。3,4こんな感じです。で、その次サビに入るんですけども、サビもちょっと一通り弾いてみましょうか。こんな感じです。いきまーす。3,4って感じにいくんですけど、やってみましょう。まず最初 E コードからスタートです。で小指で E on G シャープで A add 9でおまけで、その次弾いたら、D シャープのマイナス7フラット5かな、6弦からバツバツ1222バツバツ1222で、その次 G シャープセブンス6弦から4×4540 4×4540で、その次は C シャープマイナーセブンス6弦からバツ4245バツバツ4245バツで、 B マイナーセブンスはそのまま2フレット下げてバツ2023バツバツ2023バツ
で、その次 E7th 6弦から020130 020130、こんな感じです、ゆっくり行ってみましょうか。こんな感じです。でその次 A シャープマイナス7フラット5、5弦から6弦からバツ1212バツバツ1212バツ。でその次 A の96さっき出てきましたね、バツ6弦からバツ0455バツ。でその次 E4 G シャープ、6弦から4バツ245バツ4バツ245バツ。でその次 G シャープディミニッシュもどき、 G シャープじゃねえや、 G ディミニッシュもどき、6弦から3バツ234 3バツ234バツ。でまた F シャープマイナス7から A4B 6弦からバツ22222にて小指と薬指を余弦につけて B7th に持っていくと、こんな感じです。で、あとはこれの繰り返しです。ちょっとサビを全体的にゆっくりやってみますか。3、4。で、ハンマリング。D シャープマイナス7スプラット5から G シャープ Z7th に行って、G シャープマイナス7ス B から、で、マイナス7スプラット5から6、G4、E4G シャープ。ミニシモドキ、F シャープマイナス7。で、ここからまた繰り返しです。ハンマリングも一緒です。ここも一緒。マイナス7から6。でもこの後の E4G シャープからここ。G ディミニッシュじゃなくて、C シャープマイナー、C シャープ7のフラット9スですね。6弦から、バツ4343バツ4343バツ。で F シャープマイナーから B に行ってイントロに行くという感じです。2回目のイントロはちょっと短いです。またこの A メロに行くと、でそのまま A メロ B メロサビはずっと繰り返しだと思います。ずっと繰り返しで、唯一違うのがサビに入る前か、サビ手前のB から B7th になってからサビに入るの、まあ、そんな感じでちょっとだけ違うところがある。あるという感じで、あとはでも全部一緒です。で間奏に入るとソロギターっぽいことをするんですよ。パラパン、はい、あとにこんな感じで C の、メジャーセブンスの方からシーラーシーミーと、でその次 D コード、でその次 B マイナーセブンスから、E マイナーの、コードにつなげると、でまた A マイナーセブンスからドミファソファつなげていきます。ゆっくりいってみましょう。
3、4。こんな感じ。インテンポだと3、4。こんな感じに、なります。で、その間奏が終わるとそのサビに行くんですけども、そのいわゆるその落ちサビってやつですね。ちょっとこのおとなしいサビに行って、ちょっとこの聞かせどころの準備をするわけなんですけども、まあ、一番こう丁寧に弾きたいところではあるので、ちょっと頑張ってあのコピーしていただけると嬉しいです。ちょっとやってみます。あの間奏終わりました。落ちサビからいってみます。いきます。 3、4。こんな感じのその落ちサビなんですけれども、最初のところだけかな、ボイシングが違うのが、6弦からバツバツ2、4、5バツで、その次 G4、E4G か A4G シャープ、このフォームの中指が6弦の4フレットにいて4バツ2、4、5バツで、その次6弦からバツ2、バツ0、2、4、5バツか。これをこのブリッジメントをかけながらこの弾いていくわけなんですけども、まあそのイメージとしてはそのなんかこの心拍音というか、そのね、ドキドキ音といいますか、その心臓の音みたいなのをちょっとこうイメージしていただけると良いのかなという感じです。なんかこう少しこうね、低音を聞かせるというか、少しドスの聞かせるというか、こうドキドキしちゃう感じの、なんかそのイメージでこの、だからあんまり高音弦を弾かない方がいいかもしれないですね。で、結局その低音弦側の方を弾いて、このちょっともったりした感じというか、どっしりした感じというか、重い感じというか、この緊迫した感じっていうんですかね、こうなって、でここからそのクリッシェンドして、どんどんこう盛り上げていく感じにして、でブレイクして A4C シャープと B4D シャープ、6弦からバツ4225バツ4225で、そして バツ6447バツ6447、これ1拍ずつ弾いて、でこの最後のサビに行くわけです。でこの曲ずっとここまでさ、そのあんまりこのストロークとかしないんすよ。ずっとこのアルペジオとかでこのね乗り切るわけなんですけども、なんでかっていうと、この一番最後のところにこうね、めちゃこう大きいストロークの音を持ってきたいからっていうのがあって、でここからはちょっとこう景色が変わるような感じで、このね、ジャカジャカストロークをして、特に高音側とか鳴らしてあげると良いのかなという感じがします。ちょっとその落ちサビのところからゆっくりやってみます。ゆっくり行きましょう。1、2、3、4。できるだけその持ったり持ったりドキドキした感じを醸し出すと、でコードは変わらずクレッシェンドして、で A4B でオンコード、あ、最初なんかこの E6 とか持ってくるといいかもしれないです。 E ないんですかな、これは6241 00。
しばらくブレイクしてまたイントロです。で E9th から終わるっていう感じの、曲です。まあちょっとところどころ大変なところもあると思うんですけどもね、ある程度ソロギターとかができればそんなにこう言うほど大変ってわけじゃないと思うんで、うん、ちょっとまあ頑張ってコピーしていただければ幸いでございます。まあちょっとねこの一個一個はその結構丁寧に弾かなきゃいけない曲だからさ、なんかこうなんだろう、途中でさすごいこのね、あのてな感じで使えるとすごいめちゃめちゃダサくなってしまうんで、まあ、この精度を高く、いけると良いのかなという感じが、します。あんまりこうミストーンが出ないように、精度を高める意識で練習をしていくと、良いかと思いますので、ちょっと頑張ってやってみていただければ幸いでございます。それでは今回の動画はここまでにいたしましょう。また違う動画で、またお会いできればと思います。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。ははははははは。